2年前の総理官邸の主の姿は今日抗議デモの中にあった。私は皆さんの新しい民主主義の流れをとても大事にしなければならないと思っています。毎週金曜日に行われている官邸前での原発反対デモ、今回9万人に上った参加者の一人は鳩山元総理だった。この2点での再稼働は無理です。やめるべきだと私も思っています。こう話して官邸の中へ。野田総理は九州の豪雨被害の視察で不在のため藤村官房長官に申し入れをした。一般の市民の皆さんの声を、もっと野田総理が直接聞かれた方がいいということを申し上げました。野田総理は視察先で、まだ官房長官が話を聞いてませんからコメントすることはできません。さまざまな声を聞いていきたいというふうに思います。民主党内からは冷ややかな声が上がった。別な形でそのやっぱり党の中の政策の中でそういったことを実現されるように、していただきたいもんだなと。デモの参加者はどう受け止めたのか。荻上チキが現場で聞いた。鳩山さんが来た。ただいま国際移動駅は大変混雑しております。一方で、皆さん選挙を意識しての行動でしょ。それはやっぱ悲しいですよね。鳩山氏自身はデモ参加に踏み切った理由について、皆さん方の声を官邸に伝え、政治の流れを変える役割を果たさなければならないとそう思ってやってまいりました。政治家は国民の声とどう向き合うべきなのか。元総理の行動は波紋を広げそうだ。